ちゃ。こんにちは。はい。さあもう交流戦までね、もう1週間切りました。え？そうです。もう切ったか。もう切りました。24日の火曜日から交流戦が始まるので。そうやな、はい、もう1週間を切りました。早い。もう3連戦で区切って見てるとさ、はい、分かんなくなるよね。そうか、もう。そうなんです。もうそういう時期なんですよ。はいはい。で今までずっと交流戦までにはなんとかこのチーム、ね、うん、こうあっておきたいよねとかいう話もたくさんこの動画の中で豊さんのしてきたと思うんですけど、まあ、交流戦で順位がね大きく変わることがあるし、はい、交流戦があったばっかりにダメだったとかさ、うん、はい、交流戦のおかげっていうのはもう去年のオリックスがまさしくそうだからな、はい、あれで息吹き返して、うん、そのまま逃げ切ったというね。そうですよね。だから交流戦というのは一つのキーになってるかな、シーズンのな。そうですよね。だからそういう意味ではここから上がっていくチームが、うん、はい、やっぱりいいところに行くよね。あの結果順位がそうなりますよね。ってなると、うん、今ここでの状態をそのまま交流戦に持っていけそうな、持っていきたい、そういう可能性のあるチーム、まあ、じゃあ、うん、3位チームだけ上げるわ。あ、さ、OK です。3位チーム悪くないのが、うん、広島。おお、これはね、はい、先発ピッチャーが安定してるわ。はい、うん、それとあのコーリーという左ピッチャー中継ぎに入って、うん、ちょっとあの中継ぎ陣が手薄だったのが、はい、そこはあの外国人が埋めてくれるような気がするし、あ、ターリー、あ、ターリーだな、ターリー、ごめんごめん、ターリーね、はい、で、あのなんていうの、まあ、大瀬良、森下、クリー、うん、でアンダーソン、はい、アンダーソンがいいが、いいピッチャー取りました。力がある、はい、だから交流戦ってあんまりピッチャーいらないからね、はい、だからこう感覚が空くから、うんうん、だからそういう意味ではやっぱそこら辺がしっかり投げてれば、はい、そんなに崩れることもないし、うん、バッター陣も結構つないでくるしね。で調子も上がってきたバッターもいますね。そう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 、うん、広島がまずまず戦うだろうと、うんうんうん、で次に、はい、中日。おお、やっぱピッチャーがいい。はい、ね、ピッチャーがいいのと打者で打ち出した、打者が打ち出した、うんうんうん、まあ、ビシエドが上がり目になってきた。そうなんですよ、うん、それに伴って、はい、マルティネス、アリエル・マルティネス、はい、がやっぱいい、いいですよね、良くなってきた、はい、高橋周平も上がってきた、うん、安倍も相変わらずいい、はい、ってなると、まあ、ある程度は点取ってくれると思うんだよ。ちなみにネオどうですか、ネオ選手。あ、ネオも成長の兆しがある、はい、あ、よかったよかった。ただ打っていく方向が、うん、いやそこ妥協してたらダメだよっていうような、はい、打球方向だけどね、うんうん、だけど次の打席ではしっかり、まあ、例えばチャンスを広げるために方向も考えて打ってチャンスを広げたとか、まあ、徐々にだけどね、まあ、そういうのも急にもできないからさ、はい、でも成長してきてる。お、うん、ただやっぱり木下とか、はい、まあ、キャッチャーが戻ってほしいな、早くな。そうですね、うん、なんとか、まあ、交流戦には間に合うとは思うんですけれども、うん、ね、正捕手は。でもね、交流戦に入って面白いのは広島、中日。お、パリーグ相手に。パリーグじゃないんです。パ・リーグぐらいでね、まあ、パ・リーグってやっぱどうしてもなんか交流戦勝ち越してるのがいいし、いや強いよ、いや、ね、いいピッチャー半端なくいるから。そうなんですよね。なんだってもうパ・リーグのあの猛者たちが打てないわけだから。そうなんですよ、ね、だからチーム打率なんか低い低い。そうなんですよ、パ・リーグは。いや、そうそうそう、ね、だからもう僅差のゲームになる。でも僅差のゲームを勝ち抜くには、はい、やっぱ投手力なんだよね、うん、うん、もうじゃ、まあ、分かるように、まあ、ヤクルトもいいかな。あ、ヤクルトも、うんうん、ヤクルトもいい、うん、ただね、塩見次第なんだよ。一番に塩見が入れるか入れないか、うん、これは大きいよ。これちょっと足の怪我があるからね、今。そうです、ね、ちょっと入れないけど、うん、だからこれが戻った時には、うん、はい、やっぱ山田、村上、うん、オスナが上がってこないんだよな。何やってんのかな、何ですかね。だから、まあ、そこら辺に頼るしかないんだけども、うん、まあ、ヤクルトのピッチャーも頑張ってるから、はい、まあまあ戦いになるかなっていう。じゃあ、まあ、ヤクルトはどちらかというと、まあ、過去保留みたいな形な感じですかね。まあ、まあそうだね、うん、ということはあと残り1チームいますよね。もうここは絶対、え、絶対上がってくる。絶対上がってくる、どこですか。俺も勇気がいる。言うなに。清水の舞台が飛び降りるぐらいの感じで言うぞ。わかりました、言ってください。阪神。あの、まあ今
若干でもなく今最下位いたんですけども、うん、いや来る来る来る、え、それはどんなとこ見て来るっていう、これはもうピッチャーはいいっていうの分かってるよね、うん、はい、で5月に入ってもうほとんど点を取られてないっていうの状況も分かってるよね、はい、やっぱね 1,2 番が安定してきてるわ。で近本がやっぱ気温とともにあの子は上がってくるな、やっぱりそうなんですね。そうなんだ。で中野が良くなった、はい、この 1,2 番が固定されるということは、はい、頼りないクリーンナップでも、うん、はい、たまに打てば点になるという。なるほど。だから近本と中野はね、これからね、どっちか塁に出てるから、うん、多分、はい、そのぐらいの状態を保っていければ、うん、阪神は必ず来る。おで佐藤がいい。あ、そうですね、打ってますからね。佐藤もある程度プロ野球に慣れて、はい、配球に慣れて、うん、横浜スタジアムでさ、インサイドの難しいボールをポール際に叩き込んだんだけどさ、あんな打てないよ普通のバッターじゃん、うん、でもそういうことも見せ出してきてるし、はい、佐藤も上がってきてる。おお、大山だな。そう、毎年の課題になってますね。毎年の課題、まあ、課題はあそこで一心にもう背負っちゃえばいいんだよ。おでも糸井もいいし、糸原も良くなってる。上がってきてますね、全体的に。まあ、糸井はもう春先からいいから。一人ずっといいんですよね。ああ、年齢分かってないのかもわかんない。自分の年齢を。宇宙人ですね。もう本当に、うん。いや、そのぐらいいいんだよ。はい。で、糸原も上がってきてる。うん。だからそういう意味では、俺は阪神はこれが必ず来ると思う。うん、あと、外国人の阪神のピッチャーたちってどうですか？いや、いいよ。いいですか？うん、あれ、誰だっけ、あの新しく入ったのは。ウィルカーソン。ウィルカーソン。うん。これもいい。うん。うん、やっぱゲームをしっかり作るよ。お、大崩れしない、はい、まあ、ガンケルもそうだし、うん、力任せじゃないから、やっぱこうなんていうピッチングをしようとするから、はい、だからそういうピッチャーで、まあ、ボールの力ももちろんあるしね、うん、だからそういうピッチャーが大崩れするっていうのはそんなないよ。おだからちょっと打てれば、はい、でも打てる要素がもう揃ってきてるから、うん、これは必ず来る。おここから、まあ、台風の目ではないですけれども、うん、ここから順位、まあ、今 DeNA ともほぼ差がなくなってきているのはこの段階では、はい、うん、この取ってる段階では、はい、5月の16日現在では、うん、そうなんです。だから 2.5 なので、もしかするとあの もちろん抜いてる可能性っていうのもありますし、交流戦前までに、まあ、ね、はい、うん、だから阪神はやっぱ要素が揃ったということで、うん、あと一つ情報によると、あのケラー、後ろで取ったケラーが今、まあ、ファームで上がってきてるということで、うん、ケラーなんか忘れろ。いや忘れ、後ろ、いや違うあれを頼りにするから良くないんだよ。ああ、そうか、違ういないもんと思って、あ、入ってきた、うんうん、ね、戦列戻った、うん、投げさせた、良かった、うん、あ、良かったっていいんだよ。いや、早く戻ってくれないかなと戻ってきて、はい、また春先のような状態で打たれると、おーいってまた沈むからいいんだよ。もう、もういない、いないもんでいいんだよ。で現に今いなくても調子みんな、いやいや、もういい、あの投手力っていうのは、はい、やっぱ安定してるし、ボールに力あるし、キレあるし、はい、ね、これから絶対阪神は来る。そうなってくると、この交流戦でこう状態が、例えばセリーグ中阪神が一番いいとなってくると、うん、交流戦明けかなりいい順位まで来てる可能性もあるってことですよね。まあそれはどうかな。でも上と詰めてきてるよ多分。どのぐらい、豊さん的にそう、 今の段階なので、この調子でいけばどのぐらいまで交流戦開けたところでいけてそうですかね。いけてればいいなというか、4位、あ、4位まで。それ以上は難しいですか、やっぱり。いや、まだやっぱ難しいよ。やっぱ借金が多いもん。あ、まあそうですね。だからそら急にお前さ、うん、パリーグ相手だよ。そうなんです。パリーグ相手に5割で帰ってくるっていうのも大変だと思うけど、うん、はい、俺はこと、あの今の阪神の状態だと5割以上では俺は帰ってくると思ってるんだよ。お、うん、だからその順位は上がる、うん、で DeNA は苦しむと思うよ、はい、もっと苦しむと思うよ、パリーグ、ああ、でジャイアンツも俺は苦しむと思う。あ、そうなんですね。ああ、先に挙げた広島、中日、はい、中日もね、あの打てない打てないって言ってて、うんうん、パ・リーグのピッチャーを打てるかどうかっていうのは、はい、まあ、本当に至難の技だけど、はい、マルティネス、はい、ビシエド、はい、まあ、この辺りが打ってくれるとな、うんうん、いいけど、点にはなると思うけど、はい、それは苦しいよ。
苦しいけど5分ぐらいじゃないかなと思ってんだよ中日は、はい、広島も5分ぐらい、うん、よかったらヤクルトがちょっと上行く、あ、行くぐらいかな、ハマったらね、うん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 、でも阪神はハマるって俺は思ってるから、おお、それはじゃあもう阪神だった、もうご無沙汰しました、ご無沙汰ですよ、もうこの時点で阪神優勝っていう文字が踊るぐらいになってますから、誰がお前そんな大げさなこと言うんだ、俺もそんなお前清水の舞台から飛び降りたつもりで言ってても、阪神ファンはもう2連勝も3連勝のストラップ、やっぱりもうやっぱりですよ、でもね苦しいのはやっぱ DeNA と巨人は苦しいと思うわ、まあ、DeNA は今本当に苦しそうだなっていうのは分かるんですけど、巨人が苦しくなる、ピッチャーだよ、あピッチャーか、うん、もうねごまかしが効かないからパ・リーグのバッターって、うん、そうですよね、うん、阪神ファンのね、うん、方たちは交流戦を本当に楽しみに、うん、またあのきっかけでね、はい、上に行けるというような、そうですね、うん、じゃあ今度はもうね、うん、開幕からもう阪神ファンはいやーし開幕戦取ったって言った瞬間からもうどん底だから でしたからね、あからやっと来ました、やっと時期が、やっと阪神の開幕が来たっていう、ね、来たと思うよ、そうですよね、まあ、そのぐらいのつもりで、はい、あの交流戦を戦ってほしいし、はい、あの楽しませてほしいよね、そうですね、あと、うん、あのまあ、交流戦に入ってからでも交流戦の間近でもいいんですけれども、豊さんが思う例えば、まあ、パリが強いのでセリーグに見る例えば交流戦、このチームのこの選手がポイントになってくるっていう各チームのキーポイントの選手だったり戦い方っていうのも交流戦のちょっと聞きたいので、またなんか後に動画そういうの撮っていいですか、やだ、嘘だよ、まあ、撮りますよ、お願いします、はいはい